スターズ TV オールジャパンサーフィン NSA ウェブの時間が始まりました。日本サーフィン連盟事務局の岡崎です。どうぞよろしくお願いします。本日は先日三重県志摩市神の浜海岸で開催しました第47回全日本サーフィン選手権大会2012のダイジェストの放送です。前回の放送では優勝者インタビューを放送しました。今回はファイナルの模様を放送します。まずはガールズ、ボーイズ、ジュニアクラスのファイナルの模様をご覧ください。 VTR の方どうぞ。これは宮城選手、さあこのバッタでキレイなプレーを上げてワン、ツー、スリー、さあスリータイムスラム1対1、さあきれいにマニューバーを描いていきます。結構宮城選手、ホワイトに黒川宮城選手、さあバックサイド、ホルト選手のデートフライドをバックサイドスマッシュ、さあパワーがあるのにオフスター、はい、ジャパンという文字がご覧になっていると思いますが、こちらの方、今回初めてこちらに掲げているんですが、こちら、日本代表選手のグッズになってまして、ですね、こちらのタオル、これタオルなんですよ、実はこれタオルに見えないんですけど、タオルなんですね、バスタオルなんですけど、こちらも、日本代表を応援しようというグッズ販売の一つになってまして、実際にナショナルチームの代表選手がですね、こちらのタオルも実際に使ってますね。こちらの方にあったりとか、こちらの方に代表選手がですね実際に使ってるんですけど、こちらのグッズの方も販売してまして、こちらの方が日本代表選手の強化費用に充てられるような、購入していただいたら充てられるようなグッズになってます。で今ちょっとですね、 VTR の方がちょっとうまく流れなかったので、今ちょっと検索をしてるんですが、全日本選手権大会が、三重県志摩市神の浜海岸で開催されました。8月の22日から26日の間に5日間にわたり開催しました。開催したクラスの方は全16クラスに支部長ロイヤルクラスですね、を開催し、全部で19クラスありましたね。その19クラスの方を5日間にわたり開催しました。そちらの模様をですね、今ちょっとご覧になっていただこうと思ったんですけれども、はい、そうですね、全日本選手権大会が終わったらですね、いよいよ、今随時開催はしてるんですが、公認大会ですね、公認大会の方が9月末までありますね。何戦かあるんですけども、公認大会の方に参加していただくと、こちらもポイントが稼げます。はい、でポイントを獲得した選手、9月末までですね、ポイント獲得した選手がですね、決まりまして、そこでですね、グランドチャンピオンゲームスという大会が10月にありますね。こちらの方が10月にあるんですけども、最後の主催大会ですね、4戦目の主催大会なんですが、そのポイントランキング上位選手のみ参加できるグランドチャンピオンゲームスという大会になります。こちらが10月の27日から28日に開催します。こちらはですね、開催がおそらく初になるかと思うんですけれども、石川県、日本海ですね、石川県の羽咋市芝垣海岸の方で開催をするような運びになっています。選ばれしですね、約160名の選手がですね、そこでですね、種目別のトップを争って、開催する大会になっています。そのグランドチャンピオンゲームスがですね、終わるといよいよですね、統合ポイントランキングの選手の方が確定します。で翌年だったりとか、その世界派遣大会ですね、国際派遣大会があるんですけれども、そのランキングによってこちらの代表選手を決めているような形になります。今回は初参戦した、こちらの後ろにあるのが世界マスターですね、世界マスターズ選手権大会のこちらは大会の模様です。プロとアマチュア合同派遣になってます。そうですね、こちらの方、渡辺裕樹選手ですね、磯部選手、はい、そうですね、
三橋選手だったりとかいろんな選手に参加いただきました。また来年もですね、そうですね、世界戦派遣予定、世界戦、世界マスター、世界ジュニア選手権大会の派遣になってますので、ぜひともですねトップを目指し皆さんに頑張っていただきたいと思います。はい、ですね、VTR の方が整いましたので、ガールズクラス、ボーイズクラス、ジュニアクラスのファイナルの模様を全日本選手権大会ですね、ご覧ください。VTR の方どうぞ。まだ脇内選手、さあ、バッタで綺麗なプレーを上げて、ワン、ツー、スリー。さあ、スリータイムの平野1対、さあ、綺麗にマニュアを描いていきます。結構、宮城選手、ホワイトに、黒川稲子選手。さあ、バックサイド、堀田選手はデコフ、ライドはバックサイドカップ。さあ、バーナーのようなスタート。はい。次のポジション、前線、グリーン、さあ1本目が 4.75 さあ2本目が 2.75 さあ1番へ勝ち上がるためには、優勝するためには 8.25 ポイントが必要。そして第3位5ポイントなんですが、必要なスコアが 8.25 です。 8.25 がさあ優勝するために必要不可欠。そして第3位にはブルー関口選手、さあ 3.5、 3.25 トータルスコア 6.75。 さあさあ、ジュニアを決して、さあ、大きなことから、さあ、サインします。さあ、綺麗なプレゼント、綺麗な岩井、しっかりと、さあ、7時トップリードに決めれば。7.6.0 の登場数は12点、さあ、終わりはバックハンド。さあ、どうでしょう、早いピッション。さあ、抜けてきますけども、フルアウト、早い。さあ、ブルーがないの。さあ、ブルーは、エクセントスコアが必要となっている状況。9.5 ポイント以上、さあこれでまず1本目を引き上げていきたい。さあ、綺麗なプレーを上げて、さあ、中でワン、ツー、コンボを見せていきます。さあ、ダウンを計算していきます。さあ、残り時間はどのようなネットが、さあ、追いついたドネット、ワン、ツー、スリーと、コンビネーションを強いに切ります。さあ、残り時間はどのようなネットが、どのさあ、大きなネットが、カメラ、シェナリア、さあ、ブルーがこれラストライになるのか。さあ戻ってきて、ガールズクラス10、前トーランド手よ、7、6、5。ガールズクラス横浜支部、田代渚です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した今の気持ちをお願いします。NSA 主催大会で優勝したことがなかったので、優勝できてすごく嬉しいです。ファイナルヒートの感想をお願いします。みんなすごい徐々に点数も取ってきて、すごい危ない状況だったんですけど、優勝できてすごく嬉しかったです。ファイナルヒートで自分のライディングはどうでしたか？最初の方にいいの乗れたので良かったです。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ノートリングです。おまたまい、スポーツで、5トライ。イエス。
クラス青少支部の村上俊です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した今の気持ちは？とても嬉しいです。ファイナルヒートの感想をお願いします。そうですね、まあ、中盤にエクセレントが出せてよかったです。自分のライディングはどうでしたか？よかったです。最後エアいっぱい出してきましたけど、エアには自信がありましたか？いや、そんなことないです。じゃあまた次回も頑張ってください。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ましょうよ。
さあ、グリーンより1のスターは 8.75。 さあ、エクセレントはライニングを出すと、またきっちりと回っていきます。さあ、13分の経過、残り時間は7分、ラスト2分です。さあ、ホワイト、引き手を突き上げて、ワン。さあ、ホワイト、さあ、もう一発使われてロセド、さあ、中から抜けてきて、よし、抜けて、ジュニアクラスの千葉東支部の塚本太です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した今の気持ちは？いやー、まだちょっと信じられないです。ずっと目標にしてきたことなんで。今回仕上がりが良かったんですけど、自信はどうでしたか？わー、思ったより波があったんで、ちょっと気分を上げていこう上げていこうって言ったら、サーフィンもついてきてくれたんで良かったです。ファイナルヒートはどうでしたか？わー、ちょっと逆転されたと思ったんですけど、最後まで諦めないで頑張りました。自分のライディングどうでしたか？わー、でもまだまだ練習は足りないですけど、今日はグッドです。また次回も期待してます。どうもありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した選手のコメントはヒート直後のコメントですね。日頃の成果を十分に発揮していただきましたね。次は BB イベン、BB ウィベンクラスのファイナルの模様です。VTR の方どうぞ。さあ、レッドが追いかけ、さあ、グリーン方向へ、さあ、ハイスピードスピードを見せて、さあ、ここで大きなローを見せてきたり、で、ファントを見せて、さあ、ここからドロップ大きなロールで全員一気に、このままスタートの位置の勝ちは 8.5。 さあ、ドリンク選手、ボディーボードメインクラス、千葉東支部、柳瀬健二です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。優勝した今の気持ちは？もうこんな最高なことはないです。もうずっとこの大会目標に、2年前に支部予選通過して、それからずっと優勝を目指してやってきたんで、もう本当に365日ずっと全日本のことを忘れないで、練習とイメージトレーニング、普通の筋肉トレーニングなんかもやってきたので、それが実って、もう本当に最高の気分です。ありがとうございます。
ファイナルヒートの感想を聞かせてください。今までにあまり当たったことないメンバーでちょっとどんな技をかけてくるのかというのが分からなかったんですけども、僕自身がラウンド1とセミファイナル2位通過だったので、その時の1位通過だった2人ともファイナルに残ってきたので、友達にビデオとかも撮ってもらったので、どんなライディングしてくるかっていうのはある程度予想つけて、自分の波を待つ場所とかも、もうじっくり波を見て決めていたので、うまく構想することができました。自分のファイナルでのライディングはどうでしたか？ライディングはいつも通りにできたと思います。もっと高度な ARS っていう技をかけたかったんですけど、ちょっと2回挑戦して2回失敗してしまったんですけれども、スピン2回してエルロロっていうのが2本決まったので、それで、すごい点が高かったわけではないですけども、2本合計で1位に躍り出ることができたので良かったと思います。わかりました。次回ぜひ ARS 成功させてくれることを祈ってます。今回は優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グリーンからの高速のスピンから、さあそこのセットでタグリーエンドロー、さあもう一発セッティングリーは間桃選手、さあ今からセッティングレッドホワイトレッド岡田選手からの、さあハイスピンでスピンロー、さあ出てきます。さあこのヒントも波がコースターと言っております。セッティングリーこれで相手の方選手、最後高速強行でスピン、そして2つ見られるか、さあぶつけて、さあエンドロしっかりとメイク、その安定感素晴らしい。相手の方選手、こちら東、さあ A フレームの波が見受けられました。ホワイト、どうか、さあ素晴らしい波にライドをするのはホワイト、見せて、さあファーストからロー、さあツースピン、ワンマータイム、ワンマータイム、さあ手前の方まで乗り換えて、おお、エンドロー最後のフィニッシュ。さあホワイト、ホワイト日本製のライディング、さあ 8.5 ポイント、さあもうさあホワイトライドオン、さあ少し頭のセッションスピンでイメージ、さあ決まってどうしてくる、さあマウンドに戻って、さあ、次へ行くロロを進みます。さあ、レッドライド、さあ、次を早いですね、次を、さあ、2つ目のローソン、さあ、カバイン選手、さあ、トータルスコア 6.15、 さあ、もうコンビネーションが必要となっている。さあ、2本ともコンビネーション、さあスコアがトゥーミニ、トゥーミニスロー、ホワイトの選手、さあ、すごいセクション、おー、高速のエンドロー、出なくないですか、あ、残りが1分、ワンピースロー、ワンピース、さあ、大きなエンドロー、と、ボディーボードイメンの、谷口美希です、大阪支部。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した今の気持ちは？超嬉しいです千葉で大阪一人だったんで、とりあえず勝とうと思いました。ファイナルヒートの感想はどうですか？ファイナルヒートはもう全力を尽くすのみと思って頑張りました。このヒートの勝因は何だと思いますか？エキセレントを出せたセットの波だと思います。自分のライディングは納得できるライディングでしたか？そうですね、はい、納得できます。また次回も活躍期待してます。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。全日本選手権大会は5日間に通じて波がありました。感動あり涙ありの全日本選手権大会です。最後はダイジェストをご覧ください。 VTR の方どうぞ。
点で、次の目標を持って、練習してください。今年世界ジュニアがあって、日本選手活躍しました、2番そして6番ですね、マスター選手権でも、入賞者が出ました。みんな、世界に出ても優勝するつもりで、戦った人たちがいい成績を収めてます。世界に行ってベスト10に入ろうとかじゃなくて、もう日本の選手が表彰台に上がって本当日の丸を上げるつもりで、世界に向けて練習を積んで頑張っていただきたいと思ってます。来年は、東京の国体でもデモンストレーション競技になってます。目標になる大会がたくさんありますので、選手今日がまたスタート地点で、そのつもりで地元に帰ってからも練習に励んでください。最後になりましたけども、本大会、講演並びに協力いただきました、三重県志摩市、志摩市観光協会、そして、地元の自治会の皆さん、地元のサーファーの皆さん、そして、三重県支部の、NSM 三重県支部の皆さん、皆さん、そして選手の皆さん、役員の皆さん、ジャッジの皆さん、すべての皆さんに、感謝いたします。ありがとうございました。はい、記念すべき第47回全日本サーフィン選手権大会の団体優勝は湘南西支部でした。おめでとうございます。全日本選手権大会が今年度も無事開催することができました。選手の皆さん、地元の皆様、ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？今年も様々なドラマが繰り広げられました。また来年もこの全日本選手権大会の舞台を目指してくださいね。はい、本日は以上となります。インベスターズ TV 狛江サテライトスタジオよりお届けいたしました。また再来週も楽しみにしていてください。またね。TV、チャップリン、チャップリン。なんかこの1ヶ月の間に新ネタができたっていうこと。はい、できました。見たい。お、見たいね、梅ちゃんの新ネタ。やっていいですか？お、ちょっとやってじゃあ。あ、今日もインベスターズ TV を見てくださいまして、1球、2球、いいや、3球。この空気、どないしょっか、ヒー。じゃもうその空気は分かってる体でやるんだね、一発でやる。はい。お前何なの？お前何、そのクオリティで何でそんなに忙しいの？お前本当だよ。何なん？じゃあ言えや、お前レギュラーだから、その何々で休みますって。そうだよ。じゃあ、ああ。じゃあこれも、何々で、すいません、僕休みますんで、みたいな。何があんの？ある。じゃあラーメン食べに行くんですよ。食いたいようで食いたくない、シーラカンスのシーチキン。これどういう時に使うの？さあ始まりました、音楽情報番組 Beats are all right。 パーソナリティはいつでもてんてこまいな坂井舞と、はい、久しぶりにヒールを履きましてバッチリ捻挫しましたクラダリングボーカルゆうりです。はい、今回のゲストは渡辺まなみさんです。イエイ。はじめまして、渡辺まなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際そういう男性に巡り合ったことってありますか？ベーコンアスパラ。でもね、こんなすごい濃いガールズトークができてすごい良かったです。あ、本当ですか？はい、これの続きはまたね、ね、そのバーで。こんばんは、クラクラクラリーです。イエーイ。インベスターズ TV オールジャパンサーフィン NSLWEB の時間が始まりました。進行をさせていただく日本サーフィン連盟事務局の岡崎です。どうぞよろしくお願いいたします。世界ジュニア選手権大会のサブコーチとして今回同行する岡島さんにいろいろとお話を
いただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。こういう世界大会 あのどのスポーツでもそうなんですけど、一番のやっぱ頂点というのはオリンピックだと思うんですよね。はい、そういうオリンピックにも今後はサーフィンもそういうオリンピック競技になれるように、オリンピックと今あのオリンピック日本オリンピック協会 JOC っていう協会があるんですが、それと今あのスポーツ関係団体、まあ、NSA 我々の NSA ですね、そういうところをの関係についても、日本サーフィン連盟の副理事理事長の宗像の方から説明もありました。実際にその模様が、はい、あ、そうですね、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。世界に日本のサーフィンの凄さを分かっていただきたいと思います。普段の生活習慣もしっかりとしていきたいと思います。プリズミックさんです。どうぞ。いやい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。仕事的じゃないんですけど、やっぱり普段かわいらしい女の子なので、うん、でもあんまツッコミどころないので、おー、よかった。I miss you、君と一緒に旅立とう。どうも皆さんこんにちは。どうも、よろしくお願いします。いやあの3人の後は出やすいね。いや出やすい、かぶるとこゼロだから、ね、早速あの僕が載せた YouTube が著作権により削除されましたね。贅沢、はい、いきますか、はい、おいマルコ、今日インターネットに出るらしいな。わしもインターネット見てみたいの。あ、マルちゃん今日出るんだって。はがしゃげないよ、ズバリ私も出たいでしょ。君はインターネットってわかるかい？僕は卑怯者だからわからないさ。後半に続く。